東大見市布引き運動公園陸上競技場は、滋賀県東大見市の東大見市布引き運動公園内にある陸上競技場、休技場としても使用される。施設は東大見市が所有し、公益財団法人東大見市地域振興事業。団が指定管理者として運営管理を行っている。愛称は布引きグリーンスタジアム。 2009年から4年の歳月をかけて建設され、2010年10月16日に、竣工した。2010年11月7日、コケラ落としとして、日本フットボールリーグの三帯は国札がいなられ、鳥取の試合が行われた。2018年4月21日と22日に、桃色クローバー Z のコンサート、桃黒春の一大事2018イン。 東大見市を東京議場で開催し、2日間で32,574人を動員した。なお、コンサート自体は、陸上競技場の南に隣接している多目的グラウンドで開催され、陸上競技場は、物販等に使用された。ABCD、東大見市布引き運動公園陸上競技場、日本フットボールリーグ、2014年3月19日閲覧。 日本陸連第三種ングのビキグリーンスタジアム春光市が放置新聞2014年3月19日閲覧ありがとうございます